皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回の動画は私の毎日のボブの作り方をご紹介したいと思います。私の場合はこのヘアアイロンだけで毎日ボブを作っています。すごく簡単なやり方なので、ぜひよかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。毎朝こんな感じのボサボサの髪型です。で、この髪をラカールとかを使ってしっかりとブロッキングしていきます。ブロッキングをするとしないのとではやっぱり仕上がりの綺麗さであったりとか、あとこっちの方が早く仕上がるように思います。で、とにかく内側から外側にかけてストレートかけていきます。私は髪の量がすごく多いのでボリュームを抑えるためにもしっかりとまっすぐ伸ばしていきます。このままこうカーブになるように、こんな感じ、外側になるにつれて少しずつカールをつけてあげるとふんわりとした、あんまり丸みを帯びてるわけではないけれども、しっかりボブっぽい、さらっと大人っぽい仕上がりになるかなと思います。で、今分け目はちょっと作ってないので最後に分け目は作っていきます。一応こっちはやってなくてこっちはやってある状態です。で、反対側も同じようにアイロンをかけていきます。はい、全体をかけ終わるとこんな感じです。もうほんとストレートに近い状態なんですけど、内側から外側にかけて少しずつこうカーブをつけるような感じにするとそんなにボリュームの出ないボブになるかなと思います。続いて顔周りとあと分け目を作っていきます。私結構分け目はこだわりというか、毎回やってることがありまして、ボブってここの直線とあとここの分け目をね、こんな感じでこうピッてねやっちゃうと、この何、ここもまっすぐでここもまっすぐだから結構重たくなるというか、なんていうかしつこい、この直線がしつこく感じてしまうかなと思うので、ちょっとラフな感じにしたくて、私はいつももうざっくりやってここをねジグザグジグザグみたいな感じで、なんていうのかな、綺麗な分け目をなるべくこう作らないようにしています。まあ、ここは直線でここはこうなんかラフな感じっていうので、こうバランスが取れていいかなと思います。で、あとはこの顔周りかな、結構こう七三で分けることが多いんですけど、こっち側七の三の方はかけて、でこっち側はちょっとこう流したいので、この前髪のこの辺を全部基本内巻きにしましたけど、ちょっとこう外側に行く感じで後ろにこう持ってくる感じ、こんな感じにちょっと流してあげます。ゆるーくこうカールをつけてあげるだけでもだいぶこうなんていうのかな、ちょっと大人っぽい、この辺この感じ大人っぽい感じに仕上がるかなと思います。まあその日の気分でここのなんかくるくる具合とか変えたりとかはしています。そしてこの辺ちょっと遅れ毛というかアホ毛とかがね結構出ちゃうので、これをまとめるためにもワックスを使っていきます。私がいつも使ってるワックスはこれとこれとこれです。一番よく使うのはこのプロダクト
のヘアワックスです。オーガニックのワックスで、これはですね、ワックスというよりもなんていうか、ツヤ出しとか束感とかは出しやすいんだけど、そのカールをキープしてくれるとかそういうのはあんまりないので、まあ、どんな時でもとりあえずつけとこうかなっていう感じで毎日使ってます。中身はねこんな感じでね、これオーガニックだからそのこう髪にこうなじませるじゃないですか。内側からこう毛先中心かなにやってあげて、でこの分け目のこのアフレとかをちょっとパパパッとよけてあげる感じでつけて、あとこの束っぽく出したい部分、重点的に表面とかこの顔周りのこととかな。こんな感じでやってあげたら、この残ったこの手洗うのめんどくさいじゃないですか。このプロダクトはオーガニック成分なのでハンドクリームとかにもなるんですよ。なのでこのままの状態でなんならこうやってつけたりとか、リップとかにも使えるものなのでこれすごく楽です。こんな感じで軽く全体まとまりが出るので、まあどんな感じの時でも使いやすいワックスでおすすめです。ということで、私のボブの作り方はこれで完成です。で、ヘアアイロンで作ることによって時間もかなり短縮されるんですが、ヘアアイロンってやっぱりこう熱をね、直接しっかり当ててしまうので、なるべく早く仕上げることがポイントかなと思います。そのためにもやっぱり髪を全体を最初にちゃんとブロッキングしてあげて、あんまり熱を与えすぎないようにすることがポイントかなと思います、まあ、全体を割とストレート気味にすることによってこういうちょっとした部分も、結構際立って見えてくれるのでいいんじゃないかなと思います。私何より一番楽です。参考になったかどうかはちょっとわかりませんが、よかったら、試してみてください。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。